ぞ。はい。うん。3分近いだけね。はい。はいはい。はい。始まりましたからね、名古屋連行だね。はい。はい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 。はい、戻ってまいりました。はい。まいりました。はい。まいりました。名古屋連行だの時間でまいりました。はい。はい。今日は明星公園でござるな、これ。猿になったの？猿でござる。犬なのに？犬なのに猿で。犬猿の中ですからね。はい、県営の、あ、はい、そういうことですね。そういうことですね。はい。はい。そういうことで、名古屋、なんか、名城公園でござるが。ござるが。ござるでござるが。そうではない、犬でござるが。はい。名古屋弁講座やっちゃうかもしれんけどね。今日もこの、後ろのね、この、あの、これめちゃくちゃ景色いいからね、これ。うん。ここは最高なとこですな。いいとこですな。もう今日はこっち向いてやるからね、一日。それでいいと思う。はい、名古屋、あ、何そういうこと言うか言ってみよう。あ、全速力で振り返るからね。こわ。こわ。こわ。こうは。はい。はい、じゃあ一つ目。はい。一つ目、行ってみれば。はい、行ってみまーす。はい。あいつ、勉強。何？なんだって言った？聖戦。はい。あいつ、勉強聖戦。あいつ、勉強聖戦で勘が。あいつ勉強先生のに頭いいでかんわ。本当だ。そういう人って絶対さ、後ろで、後ろ？後ろ？家で勉強してると思う。うん。今日全然勉強やってないんだわ。だからさ、わかんないんだって言ってさ、すごいいい成績取るやつ。そうそう、全然勉強してないしって言いながら。そう。なんか成績いい。そう、目充血するのやつやつね。うん。目が充血してさ、うん、頑張った証拠はいっぱい残ってますけどね。頑張ったんだから、いいじゃん。頑張ってね、勉強してきたよって言えばいいのにね。うん。なんでみんなさ、ああやって言うならね。ね。勉強せいせんってしとるが。謙遜だね、謙遜。謙遜は尊敬だと思う。はい。うん。わかんない。わかんないせんけどね。そういうこと。謙遜って犬ってこと？犬が損したことだと思う。犬はいつも損ばっかり。はい。はい。なんだって言ったこれ何？意味は？あい、彼は。彼は、あいつは勉強しない。しない。せん、あ。せんせんねか。せんせん職員に置いたる。あ。しない。はい。しない。しん。勉強しん。勉強しんって言ってねえな。しん、しとるが。ね。そういう人ばっかり。ね。はい。裏切り者。そういうこと言ってかんと思う。勉強しましょう。はい。はい。そう。勉強しましょう。はい。みんなやっとると思うよ。やってないって言いながらやってると思うからね。うん。はい。じゃあ次行く。はーい。はい。辛抱ならん。リピートワンワンワン。辛抱ならん。尻尾が鳴っとるよ。プープー。辛抱ならん。辛抱ならん。はい。何が？辛抱ならん。鳴ってない。しん、あ、尻尾ならんよ。はい。尻尾ないです。はい。ほんとだ。あ、ついとるが。ついとるだと思う。後ろに。見せれへんけどね。あ、何やとる？あほう。後頭部見せてかん。後頭部勝手見る。待って。はい。後頭部。何の話しとるか言ってみやん。ごめんなさい。あ、しとる。はい。辛抱ならん。どういうこと？我慢できない。あら。我慢してくださいね。お腹鳴っとるが。ほんとだ。聞こえた？はい、聞こえとる。さっきはずっと聞こえとる。こればっかりはね。辛抱してくださいね。止めることができないんで。我慢できない。うん。我慢。お腹が鳴るの。あ？止められないよ。お腹なるの止める方法なんかやっとったテレビで。何？なんか運動すればいいと思う。何の運動？なんか有酸素運動やると止めれるんだって。でもさ、授業中にさ、お腹なってるの止められないね、それ。ほんとだ。授業中でいきなり運動始めたら先生びっくりするからね。うん。そう。でもさ、だいたいさ、3時間目のさ、うん、休憩の時にさ、お弁当食べてた。いかんな、それ。早弁。早弁って高速道路の弁当でしょだ。早弁。知らない。速弁って言う？早弁？駅弁もしとるけどね。うん。早弁。何の話しとか忘れたか。弁当。あ、弁当。ほんとだ。我慢しやって話だった。お腹が鳴るのって話ね。あ、ほんとだ。そういう話だったね、今ね。はい。わかったか。じゃあ、それ踏まえて次行く。はい。はい。次行ってみまーす。はい。そんなのに。リピートワンワンワン。そんなのに。そんなのに。さあ。そんなのにさあ。何？
何？お腹が鳴るんだよ。本当だ。ご飯食べたか？昨日。あ？昨日ね。昨日ね。今日はまだ食べとらん。本当だ。じゃあ。と思う。と思う。だから辛抱ならんのだが。そう。そんなのに腹なっとるが。そんなから腹なっとるのかな。本当だ。そういうことだが。うん。それなのにってことでしょ？そう。ご飯食べたのにみたいな感じで繋がってるやつでしょ？そうそうそう。これにや。それなのにってことでしょ。はい。はい。分かったか。分かったか。はい。はい。じゃあ次行ってみる。はい。まあかんかもしれー。わんわんわん。リピートわんわんわん。まあかんかもしれー。あれは元気ないねそれね。そう。そう。ね、なんで？あ。自転車がもうダメなのよ。ダメなのね。ボロボロなの。あら。その前にさ、ちょっと自転車乗る。なんか乗ってる姿見てみたいが。足が届かないの。ほんとだ。どこいしょって。ほんとだ。絶対届かんと思う。それちっちゃいやつない。三輪車でも無理だと思う。絶対聞いた。絶対聞いた。ほら。絶対ダメだと思う。そんな風じゃダメだと思う。じゃあ、柏もさ、自転車乗れる？乗れるよ。自転車も乗れるし、三輪車も乗れるし、一輪車も乗れるよ。F1 も乗っちゃうよ。それいつも見てるだけのやつじゃないの？見てる。F1 って。気持ちだけ乗ってるからね。ドライバーズシートに座ってるぜ。コックピットに座ってるぜ。ブーンって。あ、それだったら何でも乗れるよ。そうだよ。何でも。何やって乗れるよ。そうよ。タンランラン、タンランラン、タンランラン、タンランラン。あ、あれはブランコ。それブランコ。あれ？わからなくなってきた。違う。違うね。何でも乗れる話でした。あ、何の話だった今の。まあかんかもしれん。まあかんかもしれん。もうさ、お腹すいたってまあかんかもしれんってやつでしょ。死んでしまうかもしれん。うん、死もならんでしょ。はい。これ見や。そんなばっかり。そんなばっかりだ。そんなばっかりが続いとるが。ほんとだ。いわきの味噌トントン。トントンって言っとる。はい。じゃあ次行ってみる？次元気なやつかもしれんね。そう。ね。次行ってみる？行ってみる。泣きななしで A。 はい。元気じゃないし。泣きななしで A。 ほれみや、泣きななしで A よ。ほれみや、ご飯食べんかったらなしで A。 やだ。ほれみや、ご飯は別。泣きななしで A って言ったら今なしなし、あ、なしがなしで A。 泣きななしで A よ。宿題の話。うん、宿題もなしな、泣きなしな、なに泣きなし、あ、はい、もう違う。泣けななしで A がな。うん、そう。泣けななしの方が A がな。うん、そうだな。うん、宿題はね。うん、でも宿題もやってくださいね、皆さん。はい。大事ですよ。そう、ちゃんとやらないと立たされてしまいますからね。今立ってるのかな、みんな。立てないと思う。立てないね。うん、座ってるよね。はい。わかりました。はい。はい、泣けな、うん、どういうことだった、これ。どういう意味？ないならないでいいよ。ないならないでいいよ。うん、よかったな。ないならないでいいよ。ないならないでよかったか。あと、おかず一品欲しいな。泣きなないで、ないで、なしで、ええよ。じゃあ、よかったか。一品でいいと思う。いらん。いかん。そんな贅沢言っとってかん。わかりましたか？はい。わかりました。はい。ちゃんとお母さんにお礼言っててくださいね。皆さん、ありがとうって言ってくださいね、お母さんに。ありがとう。今じゃない。ありがとう。ありがとうだよ。そう、ありがとう。そう、名前ベンベンベンだからね。そうありがとうだからね。はい。分かったところで次行こうか。はい。はい。じゃあ次行きまーす。ぴったんこ。わんわんわん。ぴったんこ。ぴったんこ。ちゃんと雨の時は傘差してくださいね、トトロみたいに。あ。傘よりはみ出てるね。はみ出てる。うん、はみ出る。はみ出た。味噌トントンもはみ出る。うん。あれ溶けちゃう。本当だ。それ気をつけながらね。もう茶色になっちゃうよそのうち。味噌溶けちゃう。味噌汁なら周りが。本当だ。皆さん味噌舐めに来てくださいね。なんかね、味噌と辛い辛い。キュウリ持参でよろしく。あ、本当だ。それ赤味噌でしょ。うん、岡崎の、うん、でしょ。うん、うん、知ってる。あの有名なところね。そうそうそう。あのね、川の近くにあるところね。うん、はい、一号線のとこね。うん、はい。皆さんも行って、皆さんも行ってくださいね。味噌、味噌買いに。うん。あそこ行くと見学もできるような気がしてきた。見学
気がしてきた。うん、そのような気がしてきたで、また新しいの乗っければいいと思う、その時に。あ、そうだね。ほら、ほんと、あそこまで走ってくるの大変だけどね。うん、走ってくるの。ちょ、走る。いいか、4本足だで。早いと思う。はい、早いよ。はい。うん、で、寄り道ばっかりして、なんか食べてると思うから、いかんと思う。うん。はい。あ、途中にさ、うん。チリウの大判巻きもあるよ。あるね。あるよ。うん、食べてって。食べてって、今じゃないって言っとる。なんか、途中、あ、売り切れ、もう夕方行くと売れ切れちゃうからね、もうね。いろんな種類あるよね。そう、いっぱいあるよ、今。うん、昔の大判巻きと違うからね。うん、そう、昔あんこしかなかったけどね。うん、今なんかいろんなターパンがあるからね。そうそう。はい、皆さんもお楽しみにね。そうそう。大判巻き食べてから、岡崎の味噌食べてください。お腹いっぱいだ。ほんとだ。お、わ、お腹いっぱいだ、まあ。お腹いっぱいだね、それは。はい、ほんとだ。では次行こうかね。あ、ビッタンコは？ビッタンコ？あ、なんでビッタンコから岡崎の話だった？わからへんけどね。知らん。はい。じゃあ、ビッタンコはね、べちゃんこってことだが。ずぶ濡れ。ほんとだ。雨の時はちゃんと傘差して行ってくださいね。はい。はい。もうね、雨はね、濡れると風邪ひいちゃうからね。はい。風も皆さんひかないようにね、頑張ってくださいね。柏湾が顔洗うとね、下ビッタンコなの。ほんとだ。いかんと思う、それ。いかんと思う。拭いといてくださいね。はい、ちゃんと拭かないとね、洗えちゃうからね、お家に。あら、滑っちゃうからね。滑っちゃうしね、洗えちゃうしね、腐っちゃうとかね。うん。はい、皆さんも気をつけてください。はい。ちゃんと、びちゃびちゃになったらちゃんと拭いてくださいね。はい。はい。じゃあ、それをもう注意喚起したところで、次行ってみるかね。はい。はい。後にしてまえる？リピートワンワンワン。それ、後にしてまえる？それもついとる。後にしてまえる？ワン。後にしてまえる？それはなくなったか。ん？それ。それ。それじゃない。それの話じゃない。後にしてまえる？それ。それ。それ。後にしてまえや。それ後にしてまえる？うん、いいよ。はい。はい。じゃあ、後回しね。はい。後回しにしてください。皿回し。皿回しはぐるぐる回す。青。そういう話してない。違うの。違うよ。違う。後回し。後で回しして、相撲取ってくださいねってこと。はい。はい。ちゃんとしろよ。ちゃんとしろよ。はい、ちゃんとしろよ。はい。そういうことね。何の話だったこれ。あ、回ししてくださいね。あ、違う。違う。後にしてまえる？そうそうそう。後にしてまえる？後に。ちょっと今忙しいで、後にしてもらえますか？そうそうそう。なんか昔、笑点でよくあったような気がする。うん。うん、おばちゃん、おばちゃんって。あー、ごめんね。後にしまえるかね、それってやつね。優しいおばちゃんだね。そうだね。そう。で、そういうおばちゃんがいいと思う。うん、そういうおばちゃんが好きだったような気がする。うん。うん。そういうこと。後にね。うん。してちょうだいねってことね。うん。後にしてもらえますかってことだよね。そう。はい。わかったところで、でんでんでん。次行ってみるかね。よっしゃ、怒りをぶちゃけるリピートワンワンワン。怒りをぶちゃけるぶっちゃけちゃうのね。ぶっちゃけ、あ、そっち怒りをぶちゃける。長さんもびっくりするよ、今。誰？あっちの方で。どっち？怒りの長さん。いやーの長さんね。はい、はい、なんだった？ぶちゃけるの、ぶっちゃけ、ぶっちゃけの話、それ。あ、違うね。違いまーす。ぶっちゃけじゃないね。ぶっちゃけじゃない、ぶっちゃけだが。ぶっちゃけじゃないよ。ぶっちゃけじゃない、ぶちゃける、ぶっちゃけだが。ぶちまける。ぶちまけるで、ビャーってやっちゃった。ビャー、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 ガオ、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 うるさい。ガオって言ったよ。ガオ、うるさい。ガオ、ガオ、言ってた。そう。ガオ、ガオ言うやつでしょ。そう。はい、わかりました。じゃあね、静かにします。ガオ、ガオ言いすぎてね、後にしてまいるって言われちゃうんだな。ほんとだ。じゃあ、後にしまった方がいいと思う。そんな怒りぶつけてもいかんと思うしね。はい、そうですよ。そう、怒ってもしょうがないからね。そうですよ。はい、そう思いました。そうですよ。はい、じゃあね、怒りをぶちまける前にね、うん、次行ってみた方がいいと思う。噛んだ？は？噛んだでしょ。噛んだよ。噛んだまさきです。はい、次行ってみよう。はい、じゃあ次行きます。はい。たわけたこと言っとって噛ん。リピート、ワン、ツー、ワン。たわけたこと言っとって噛ん。なんでこっち向いて喋った今。たわけたこと言っとって噛ん。たわけたこと言っとってかん。たわけたこと言っとってかん。かん。たわけって意味しとる？たを分ける。正解。何しとるかな。やっぱね、うん、すごいね。よく勉強しとるね。なんでたわけていかんのかしとる？あ、違う。たわけちゃうとさ、うん、したくなってちゃうが、
自分の持ち物のななちゃんは、うん、たわけだなーって言うのよ。ほう。ね、そこから来とるんだよ。ほう。でも、たわけたことは言っとってかんって言うけどさ、うん、たーけーって言うわ。たーけーって。たーけーはたわけーから来とる。たわけー、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 知ってる。知っとるわ。いや、知っとるわ。たわけたことか。昔は、バカアホー。ターキー、ターキーって言ったね。ターキーって言うよ。そう。バカアホー、ターキー。ターキー、アホーって言っとったね。バカげたこと言っとってかん。そういうの、バカげたこと言っとってかんっていうことだね。そうそう。うん、そういうこと。もう分かったか、それで。はい。はい、分かりました。すごいね。なんかさ、すごいが。変わっちゃったか、これ。ほんとだ。ね。これやっぱ綺麗だね、ここね。うん、いいとこだからね。うん。ここは酔いとこ一度はおいでって言うよね。なんか、はい、皆さん来てくださいね、名古屋観光。名古屋観光は名古屋からね。何？あ、名城公園も来なかん。うん、そう、名城公園も来なかんし、行くとこいっぱいあるからね。うんうん、はい、皆さんね、楽しんでくださいね、名古屋をね。ね、はい。あ、味噌カツもね、みこにこにし、あ、みこにこに、あ、みこにそうし、何？あ、味噌にこみ。はい、それとも食べてくださいね。はい、そういうやつ、はい、そういうやつと、なんか味噌カツと、うん、手羽先、大好きな手羽先、はい、食べてくださいね。まだね、他にもあんかけスパとかね、そう、ちょっと辛いやつね、いろいろあるんですよ、うん、いっぱいあるからね、うん、皆さんもね、いろいろね、探してみてくださいね、名古屋のね、美味しいものね。はい、ってところでさ、はい、もうこれさ、最後だが、早いわね、うん、最後だが、今日もまた最後だが、これ早いね、うん、はい、じゃあ最後行ってみる、はい、じゃあやります。私の在所は名古屋だて、レピタワンワンワン。私のない在所はあーなーなんて言った。私の在所は名古屋だて、在所名古屋、在所名古屋だてかん、いかんかんね、それ在所、在所ご在所だけのことだが、山の上じゃないか、山の上、うん、小屋建っとるもんだって、あそこがお家なわけね。そうだよ、名古屋じゃないよ。あ、ほんとだ、三重県だった。三重県、あれ岐阜県、三重県、三重県、うん、岐阜県じゃないの、あれ岐阜県、わかりません。皆さん知ってる、岐阜県でしょ、ご在所だけって三重県なの、岐阜県なの、三重県じゃないの、わかりませんで聞いとる、みんなに聞いとる、今多分誰か教えてくれ、教えてくれかもしれない、教えてくれるかね、かね、わかれせん、わかれせんけど、その在所じゃないと思う、在所、あ、在所は名古屋だでかん、いかんの、いかんくないと思うけどね、いかんの、いかんくないけどね、名古屋もいいとこだからね、名古屋人すごい、いかん、しょうがないが、名古屋弁なんだで、はい、わかりました。これ見や、10個終わっちまったが、で、在所は、あ、名古屋ですって言っとる、違う、あ、在所、実家、出身地、そう、在所、出身地、そうです、在所、出身地、出身地、実家みたいなね、出身地、はい、実家は名古屋でございまする、はい、はい、わかったか、犬小屋でございます、うるさい、うざい、はい、じゃあね、そういうことでね、またね、今週も10個終わっちゃったけどね、はい、また来週もやらせるね、これね、やらせる、やっちまおうぜ、そう、名古屋弁講座またやっちまおうぜ、おー、はい、わかりました、じゃあまた来週までね、うん、待っててちょうよ、来週もやるでね、待っとってちょうよ、はい、じゃあまた最後のやついくよ、はい、はい、チャ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 、先週そんなこと言ったような気がする、真似するなって言ったぞ、ほんとだ、はい、帰るやん、ではじゃあね、バイバイ、またね、バイバイって言ったから、またね、また来週って言わなかん、うん。